はい、中本白秋の展示講座、今回は魚人弁の書き方についてご説明します。例えば魚人弁の字、例えばこういう訳っていうですね、魚人弁、このお手本は、ここのペン習字 .net でご紹介されてます白秋、ペン字手本というソフトで出力しております。詳しくはこちらの方をご覧になってみてください。まずこれは解きまして、まずこの訳という字を書いてみましょうか。魚人弁の書き方ですね。やはり辺っていうのは作りに対して右端をそれに書きますから、魚人弁も同じようにですね、こう書いて、でこれとですね平行にすると面白くないんで、ちょっと角度を変えると雰囲気が変わります。そして魚人弁のコツはですね、この分とこの分が縦にピッとこう揃う。そうですね、よくこういう書く人がいらっしゃいますね。こう書いてこう書いてこう、そうするとこれがこうなる。ここにこう作り役の時にこう邪魔になります。ですからここを反り残す。でこれもですね、 これは良くない例でしょ。例えばこう書いてこうちゃんと反れるんですけども、こうやって平行にこう書いてこう書く、これも空間の変化に乏しくて、これもあまり良くないですね。あるいはですね、こういう魚人弁を書く人も時々見かけますね。まあここはこう多少変化つけてもいいんですけど、ここにすぐそばにこう音書く人、これもちょっとおかしいでしょ。この×、やはり魚人弁っていうのは、例えば一画目をこうしてちょっともうこう止めるぐらい短くして、そして少し長めにして、こう短い長いであればですね、こう短い長い長いであればこう同じ平行ぐらいにしてもこう変化があります。同じように抜くんであれば、ちょっとこう角度を変えると、こうちょっと角度を変えるとこうしゃれます。こうですね、まあこれが魚人弁の美しいか、コツはここをこう揃える、でここは程よくこう多少引っ込んでる、 こちらにこういってる。それではですね、魚人弁のつく漢字を、少し書いてみましょう。魚人弁ですね、例えば魚人弁ですと、往復の往という字書いてみましょうか。こちらに、こうに書きますね、少しここにこう空間が空く、こう右足のリズムを捉えます。例えば役者の役、はい、ここを反れました。でこれに対してキュッキュッ、これもやはり来た時にこう多少はこういう感じですね。例えば生徒のとってしまう、もう魚人弁一緒ですね。こう書いて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 、まあこのように書いていきますと魚人弁が美しく書けます。それでは今回は魚人弁の書き方について紹介させていただきました。以上、これで終わります。